町を丸ごと出力したいっていうお話をいただきました。当社が新しく日本橋で集中の販売センターを作るというプロジェクトができまして、日本橋そのものをジオラマで精巧に表現したいという話になりました。その中で 3D プリンターでその街を表現できるという話を伺いまして、三巻エンジニアリングさんにお願いするという話になりました。 3D プリンターでもともと大きいのものを出力したいっていう考えがあったんですけれども、非常にチャンスだと思いました。日本橋という町については三井不動産グループとして非常に古くから共に歩ませていただいているという認識を持っていて、昔ながらの古くから愛されるような町並みというところと、趣と風情とというところとですね、新しく進化していく町というものが共存した町というのが日本橋かなというふうに考えております。なおかつ、水辺 その潤いであったりとかっていうところも魅力になりますので、そういったところを俯瞰でしっかりと表現できるというのがこのジオラマの魅力だというふうに考えています。三巻エンジニアリングではさまざまなラインナップのプリンターを用意してます。紙はもちろんのこと、プラスチックや、ビニールですね、そういったものも印刷できるものが揃ってます。ガラスの瓶にダイレクトで印刷したりとか、着物の生地にを全て印刷したりとか、水と空気以外は何にでも印刷できるんじゃないかなというふうに思ってます。三巻の 3D プリンターには4つの特徴がありまして、1つはフルカラーで造形できることですね。1000万色以上で造形物を作ることができます。2つ目は 3D データの細かな表現も高精度に再現することができます。で、3つ目はクリアを使った透明な表現ですね。カラーとクリアを組み合わせた表現ということもできます。4つ目が、水で溶けるサポート材です。水素に入れておくだけで簡単に造形物が手に入るということになります。工夫した部分としましては色の管理になります。ジオラマのパーツが80を超えるパーツで分割して出力していたんですけれども、それを4つのプリンターで出力しました。プリンターごとにやはり個体差っていうものがありまして、パーツとパーツを組み合わせた時に色が違ってしまうっていう、そういうリスクがありました。なので色の管理っていうのは非常に重要になってくる部分でした。三巻には色の管理をするソフトウェアがあります。 MPM3 って呼ばれるものなんですけれども、そのソフトを使うことで、非常に簡単にプリンターとプリンターの、色の差ですね、それを吸収することができて、パーツとパーツを組み合わせた時にほぼ同じ色で出来上がるところを、工夫しました。パーツごとに出力しましたので、実際の街並みが変わればその部分だけ、パーツを入れ替えて、最新の街並みを作ることができます。日本橋という街についてはこれからも進化していくことが非常に増えていくエリアだというふうに考えております。でそういった街を表現していくという中で、街が変わっていく様というものをリアルタイムで表現できるツールとして非常に優れていて、普通のジオラマではできない表現というのができたんだというふうに考えています。街並みがこう日々進化していく中で、やはり 3D プリンターもそれに付随してどん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 新しい技術を取り入れて進化させていきたいなっていうふうに思ってます。その時その時で一番いいものを作るということ自体は5年経っても10年経ってもずっと変わらないと思いますので、